ってもいいですか。はい、どうぞ。ありがとう。ウニの匂いするでしょう。キャー、かわいい。まるこくー、気が硬いね。確かに。匂いする？好奇心旺盛だ。かわいい。よし、元気もらったから行きますか。頑張りましょう。じゃあね、まるこ。頑張ってくるね。あれ、まほさん。あれ。一応もう時間は過ぎてるんですけど、ね、15時集合と半からリハだよ。半からリハだよ。まあ半までに間に合えばいいです。おはようございます。違う、すいません遅れました。でもリハには間に合います。今日はお願いします。おはようございます。お願いします。かわいすぎだろ。え、待って、あかっ、待って、え、待って、想像はるかに超えてる。え、ジャンプできなくね。無理だ、これ無理だと思う。あー怖い。ダメだ、できません。すいません、マイクどこにあります。本当は演出的にここから飛び降りてそこで踊るってことをしたかったんですけど無理でした。すみません、ごめんなさい。そしたら、ソロの流れでもう一回やりたいので、はい、お願いします。お願いします。本番よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。いや、終わりました。終わりました。ヘアメイクいってきます。ヘアメイクいってきます。お疲れ様です。今回初めてソロでこう一人ずつ披露するっていう場面があるので、そこが結構めちゃくちゃ緊張。ポイントになってます。ソロになるので3人とは違うってなると自分1人になってすごい自由な環境になったんですけど、でも自由ってなんか強さもなくちゃいけなくて孤独感もあるなって思ったので、なんかそれを表現しようと思ってます。いつも私がこう手とかで振りをやったりするんですけど、今回そのポップダンスとかも振り付けに入ってくるので日頃の成果を見せる場所だと思うので、そこもぜひ見ていただきたいです。今日のライブにかける思いはたくさんあるんですけど、久しぶりのチェゴだけのステージっていうことですごい楽しみたいなっていう思いがすごい強いです。で、そのクローサーの意味が親密とか近くっていう意味なんですけど、それがなんで近くにしたのかとか、なんで親密になるのかっていうのをちゃんとこう自分の口からしっかりとみんなにお届けできるのがすごい楽しみです。今日のためにやったことはもうたくさんあって、まあ、この単独ライブをやるっていうことを決めたことから始まって、その8月に無料ライブがあるんですけど、毎回のライブで徐々に近づいていくっていう意味もあるし、大きいキャパでやらないのがこの単独っていう単独ライブの意味なので、なんかそのライブ1回ごとの親密度も深めていくっていう深いところから考えていって、じゃあそのクローサーにするためだったらどういうセトリにしようかとか、久しぶりのチェゴだけのライブなのでみんなが楽しんでもらえるためにはどうやってライブを作ったらみんな満足して帰ってくれるのかなとか、
その重大発表の告知の仕方も力100まで全て手掛けてみんなで作り上げていったので、なんかライブを作るっていうところがすごくなんか作ったっていう感じです。あとはそのステージのパフォーマンスで言うと、その個人ステージっていうのを作って、そのチェゴを初めての自分たちで自己プロデュースして曲から作って振り付け作って、それは結構みんな気合い入れてやってると思うし、なんか自分たちが作った曲で踊りましたっていうのってかっこいいじゃないですか。だからなんかそういうのを披露するのもすごくなんかまあ期待しててくださいっていう感じです。お疲れ様です。今回のまあ、クローさんはなんかみんなと近い距離でチェゴのやりたいことをとことんやるっていうテーマの、まあ、ファンクラブみたいな感じのイベントっていう私は意識しているので、私たちも楽しむからみんなも楽しんでほしいなってすごい思います。で、新しい一面が多分たくさん見れるのは本当クローさんだけなんじゃないかなって思うので、期待しててください。アーティストさんの曲にフューチャリングでは歌ったことはあったんですけど、長い尺で A メロ B メロサビって考えるのが初めてで、ちょっと結構悩んだんですけど、でもずっとやってみたかった憧れのことだったからすごい楽しかったです。これ私チェゴ今ボイトレに通ってるんですけど、ボイトレの先生が舐めてたから勝手に真似しました。っていう大きな声出したいです。また緊張してます。緊張してます。緊張してるからこそ明日フレスト。メンバーの皆様いかがでしょうか。はい、あ、大丈夫ですか。バッチグーチョップです。バッチグーチョップだよ。ということで、チェゴのライブは以上になります。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。終わりました。皆さんお疲れ様です。ありがとうございます。いやすごいみんな掛け声を練習してくれてすごい盛り上がった一日になりました。本当幸せです。そしてね、ソロもなんとか頑張ってみんなふーって最後言ってくれたので、ちょっと私のこの作品の思いとかをちょっと MC で伝えるの忘れちゃったので、ちょっとこれをね見ていただいた方はさっきのね
自由がどうちゃらこちゃらっていうやつ見ていただけたら分かると思うんですけど、あの来ていただいた方はそれを見てまた私の踊ったあれを脳裏に再生して楽しんでいただけたらなと思います。本当になんかこれからのチェゴの第一歩の単独になったと思うのでいい一歩を踏み出せたなと思います。皆さん本当に本日は来てくれてありがとうございます。そして関係者の皆様もありがとうございます。終わりました。めちゃくちゃ楽しかった。本当に多分ね、超も楽しかったと思う。でもまだね、あり余ってたから力が、だから次のクローサーではもっと疲れさせます、みんなをそのくらい一緒に盛り上がれていけたらなと思います。で今日たくさんね、重大発表もできたからやっと言えたって感じなので、これからもっと突き進んでいこうと思います。はい、ということで今マジで終わって寸前です。お疲れ様でした。もう思ってた以上にみんなが楽しんでくれてたし、その無料ライブもすごいびっくりしてくれてたし、なんか自分のこの秘めてたものを直接みんなにお話できてすごい楽しいライブでした。次のライブもめっちゃ期待して待っててくださいっていう気持ちが強いです。とにかく今日は楽しかったです。ありがとうございました。バイバイ。